Hugo, take your sister's hand. I'll go first, and you just have to follow me, all right? しっかりついてきてね。しっかりついてきてね。しっかりね。はい。しゃがんでな。ユーゴ、ホイスでパニックを起こして、周りの敵を引き付けてしまう。最悪じゃん、ユーゴ。ユーゴ、最悪だな。まあ、しょうがねえだろ。やめろ、やめろ。そこら中にいるもうダメだ。本当にそこら中にいるの、ね、どうす草の中を行きましょう。なるほどね。はあ、はあははあ、本当かこれ。バレてないのかこれ。これバレてないのか。バレてない、バレてない、バレてない、バレてない。草の中最強じゃん。うん、草の中最強だ。あー、どんどんお手伝いさんとか殺されてってる。いやー、しょうがねえな。いや、これお母さんなしでいずれやるってこと。そうだろうね。話し合って大丈夫？勝手に話しちゃったよ。オッケー。どうすればいいの？まだまだ、あ、そこで殴られてるの、誰だろう、ね、そう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 。いや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 、すごい、ね、ここ抜けるかい。もうちょっと待てば。ここ抜けるかい。いや、飛び越えろってこと？ああ、なるほどね。持ち上げんのね。生きて生きて生きて。うわーお、このアクションいっぱいやりそう。どこ行った？お母さんいた。すごいお母さん、ね、一体化してるね。あそこのヘルメットどこ？ F、どこ？あの箱の中にヘルメットがある。より慎重な行動が必要だと思ったらコントロール長押しで手で投げることができる。あ、長押してみれば。コントロール長押ししてみたけど、え、なんか話せばいいんじゃない何かを。えい、でコントロール長押し、手をつないでるからいけないんじゃないか。なんか手をつな、あ、石がないんだ。どういうことだ。石拾わなきゃいけないんじゃない。どっかに石ないかい。石ないか。石はない。石ないと終わりなんじゃない。あ、あるじゃん。あったあった。石を持って、でヒューゴの手を離して、あ、はいはいはい、ここのヘルメットに当てろっつったよな。ああ、人じゃなくてな。これでいいのかな。ああ、オーケーオーケー。あ、なるほど。これ ね、 こうやってね、メタルギアソリッドですね。なるほどね。メタルギアですね、メタルギア。一瞬見られたね、今。一瞬見られた。本当？息をして。症状が出てきた。ああ、なるほど。物を投げて金属製のもの。金属製のものなんかないか？左側じゃない？左側。そっち側。石は回収。石回収して。あ、フライパンがいっぱいあるじゃん。フライパンね。スリングダメだって。スリングが音がしちゃうってさっき言ってたじゃん。どうすればいい？だから、あれだって。コントロールか。そうだよ。あち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 。警戒が解けるまで待ってな。あ、はいはいはい。解けた。いいんじゃないか。ここで投げればいいのか。ここか。はいはいはい。オッケーオッケーオッケー。スリングダメよ。なるほどね。振り回しちゃうからな。ブン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 音がするんだな。なるほど。コントロール長押しで、だからスリングと同じ行動を取ることで静かに投げれると。そう、スリングが多分。なるほどね。さあ、左になんかある。壺を投げ、壺を投げればきっと本当に。壺どこにあるの？あったあった、壺。タブ長押し。今石装備してるけど壺を装備すると。はい、今壺だったね。コントロールだね。壺だよ。持っとけば、もう一回壺。オッケー、行けよ。で、喋ってる間に行こう。あー、怖いよ。余裕で気づかれてると思うんだがな。ねえ。一瞬一瞬バレた。違うんじゃないの？バレた音なのはそれ。なんかピカって光る。うっ、来て。え、あばくね？おわおわのおわでは。おお、ギリギリのところで止まってくれた。もうちょっとお前壺遠くに投げなきゃいけなかったな。なるほどね。ああ、警戒が解けた。よかったよかった。よかった。あ、はい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 。オッケー。報告すべきことは何もない。なるほどね。お母さん、ね、次どうすればいいかい？どうすればいい？お母さん、出口出ようぜ。今話を聞いてたろ。雨を降ってきました。
どういうことだ。何を待ってんだ今。あんま近づいちゃダメだな。何してんだろう。何待ちなんだろうお母さんこれ。お母さん、お母さんに石ぶつけてみようか。バカ野郎なんでお母さんどうしようかね。これね、住んじゃったよここで。とりあえず見つかるあれでやってみるよ。しょうがない。来た、やっべえ。お母さんどうすんの。早く石投げろって。あ、死にましたね。石投げればよかったね今まあなんかバグってましたね。バグったかな。そっか、ここからでしょ。ここで壺を取るとこでしょ。これも壺の位置が良くなかったんだろうな。良くなかったでしょうね。見つかっちゃったのがいけなかったんだろうな。ここら辺に投げてやろうか。いいんじゃない。壺取って回収してな。はいはいはい、いけ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 。はい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 、取ってか。よし、オッケー。あ、やっぱそうだね、さっき見つかったのがいけなかったね。なるほどね。さあやっと出れるぞ。自然に通れたね今回 ね。あら、壁に穴が左ですね。それもそこは気になった。行かせるんだ、あなたにしかできないのと。なるほどね。ドアに集中して。はいはいはい、なるほどね。9、潜入を頼むことができる。しっかりね、頼んだぞ。開けてくれ、開けてくれ。開けた開けた、えらい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 、えら。なるほどね。あ、ごめんお母さん、お母さんに押されましたね。ご勘弁をと。ご勘弁を。あら、うわ、うん、どうすんのお母さん。ランタン、え、燃やされちゃうよ。行こう。あ、このタイミング、ひー、怖え大丈夫。見つかったら終わりだもんね。はいはいはい、オーケーオーケーオーケー。ここは普通にダメか。あ、いけ、これんのか。ダメなんじゃ、あ、いけんのか。オッケー、次から弟は助け出せ。ほら、え、頭が、どうした。やめろ、こんなとこで発作を起こすんじゃない。目が、頭が、ムスか。病気かこれ、なんか、なんだろう。なんだろうね。吸って吐き出すのを想像する。吸って吐いて、吸って吐いて。なんかお前なんかしなきゃいけないんじゃないの。ダメか。できることは何もない。なるほどね。大丈夫かおめえ弟、お前しっかりしてくれよ。よし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 、いいね、兄弟愛がいいですね。お母さんどこいた。いた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 。ああ、進んでくね。ああ、なんかお母さんも、どうしたの、びっくりしてるの。あ、はいはいはい、はいはいはい、ちゃんとね。ああ、いいじゃんいいじゃん。しゃがまないでいいのかい。お母さん草むらの中か。そう、草むらの中。ああ、ここか。おっと、どういうこと。は、ユーゴとベアトリスその場で動かないに指示できる。はい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 。あれするから待っていて。どうするの。壺を持ってんだよね、でもね。このタイミングで行くのかな。いや、壺投げちゃっていいんじゃないの。壺あんでしょ。あれ、さっき壺つっか。ああ、壺を向こうに投げればいいんじゃない。そっちじゃない、そっちじゃなくて、こっち。あ、そっちか。どっちに投げんだ。どっち行くんだろうね。こっちに投げんのかな。あ、当てたんじゃないお前壺。当てちゃった。うん。あ、超えられるんじゃん。なんかもらったけど。で、隠れようか。で、隠れて。え、あ、ごめんねごめんねお前が壺を投げたせいでなるほどね見つかってしまいました ね。 いや、むずいね。え、どっち進むんだろうね。壺投げちゃいけなかったんだろうねそうかい。多分、いや、壺当てたのがいけなかったんじゃないかい。これが奥行ったらもうこう行っちゃえばいいんだと思うんだよね。あ、ヒーゴダメ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 ヒーゴ行っちゃダメ。
もしお前連れてったら。お母さん来ちゃったじゃん。うん、そうだよね。ダメでしょ、お母さん。止まってなきゃ。やっぱちゃんと Z で指示しとかなきゃダメだった。そりゃそうだな、うん、Z で指示して一人で行けばよかったな。ユーゴついてきたらいいけど、お母さんお母さんダメだったね。俺ユーゴ見つかったのかと思って俺、はい、止まって止まらして、で、こいつが後ろ向いたら、ウツボ持ってる。まあ、本当だったら持ってないはずだからな。まあね、うん、で、ここでツボ取りました。じゃあここで投げます。これ石か。もっと奥でいいんじゃないの。もっと奥で、もっともっと奥で。あ、気づいてくれた、ね、あーごめんごめん、さすがに距離があったか。どのぐらいだったら気づいてくれるかね。あんま近すぎてもじゃない、その辺か。 OK 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 で、Z じゃない。 Come here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 。 もう1個投げてたら。まあまあいけるでしょ、間に合う。あ、オッケーオッケーオッケー、よくやったわ。全く何もない。オッケー、よし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 。いやー、緊張すごい ね、 ね。守衛が一人。はははははは。ほう、じゃあまたここで止まるように指示して。左に石があるね。石どうすんだこれ。カカシを狙えっつってたから。カカシ狙えっつってた。狙えっつってもね。まあでも狙うか。これ壺か。そうだね、石に変えて。え、これでどうすんって。これどうすんだろうね。これで戻るときに後ろ向くから、そのときに GO ってことじゃない。なるほどね。 Z をして、はい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 、押しとけば。 Go away. Get out of here. Yes. よし、で今でしょ。なるほどなるほど。大変よ。うわぁ、うわぁ、あ、味方か。いるね、おっさん。誰だ、なんだろう。裏切りそうな顔してる。そうかい。あ、助けてくれた。 My darling. Don't hide quickly. うわぁ、これお母さん残るパターンでは。お母さん死んじゃうでしょこれ。馬来たよ馬。あ、やべえ、さ、お父さん殺したやつだ。あー、偉い。ローレンシウス医者の。ああ、やばいやばい、来ちゃう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 。ああ、来ちゃった来ちゃった。さあ、始まった。お母さん、死んだなこれ。死ぬかな。あ、死んだね。これは死んだか。お母さんを貫いた剣出てきたね。死んじゃったかな。そっか。さあ、孤独な戦いが始まってしまったな。逃げるんだな、こいつらから。はいはい。うわ。弟は生け捕り。いや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 。そこら中にいる。わーお。いや、飛んでくるんだけど、普通に。しょうがない、走れ。ガキには怪我させんだ。地面が揺れてる。わー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 。やめてやめて、本当に。地面が揺れてるのやばいね。止まっちゃダメ、すぐに後ろに奴らが。あそこに行くんですか。ダメだよ。でしょうね。でしょうね。どうすんだろうね、今ね。道間違えたから。左かな。止まっちゃダメとか言うからさ。うん、ああ、もう来てるのね。来てる来てる来てる。いやー、やばい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 。とりあえず道なりに進んで。いや、すごい。うわーお。怖いんだが。やめてくれよ。わお。いや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 。このガキ何なんで弟。ねえ、これさ、左、右、左かな。こっちかな、うん、こっちだな。そうだね、うん、だからもう避けて、はいはいはい、兵士がいる方には行かないようにしないと。なるほどね。やられてしまうかな。いやいやいや、大変。アミシャ戻って、ママを探さないと。それはできない、ね、その通りだね。一体どうなってんの。いや、こっちのセリフだよ、どうなってんだよ。
わからない。いや本当にわからないわ。どこにでもいるんだけど敵。やばい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 。もっとでも下っていくしかない。森から出るんだ。僕たち死ぬの？てか待ってこれさ、なんかいや別のも来てるんじゃないか。ね、なんかだってどうなってるんだとか言ってるもんね。襲われてるもんね奴らね、うん。海の中へ。わあ。ふう。なるほどね。チャプター2へ。もうタイトルやだもん。よそ者やだもん。なんだろうね、いきなりすごい、ね、チャプター1ですごい動いたね。すごい動いたね。だって急展開だったね。まず犬死んで悲しいなと思ってたら、うん、お父さんお母さん死ぬじゃん。で家を追い出されてつって川飛び込んで逃げて ね, ね。弟いるかこれ。あ、いるね。いた。いやーだって村はとか言って絶対よそ者扱いされる感じでしょ。うわーリアルだな、まあ、ローレンスは優しいかもしれないな。まあ確かに、うん、優しいことを祈るしかないな。ね、ユーゴ、お発作が起きた。発作かな。そうなのかな。寒いのかな。それとも悲しんでんじゃない。ママいねえんだよ。今度会うときに言わなければいいわ。優しい。そっか、まだユーゴお母さんが死んだこともお父さんが死んだことも知らないもん な。あ、まあという激動のチャプター1ではございます、はい、すごかったね。すごかった。はい、じゃあこの後はその村へ行って、そう、ね、そのユーゴの医者ローレンスを訪ねるっていう感じのことですかね。はい、そうですね、そこからね。はい、じゃあ今日はキリがいるんで、まあね、よそ者ってタイトルがとても気になりますが、そうですね、はい、はい、じゃあ、まあ、また次回に続きます。ご視聴ありがとうございました。